ジョツギ、ジぎ、ツギ、ジぎ、ツギ、つぎ、マツガ願は、新末の政治家、思想家、地理学者、英漢史略の著者として知られており、養務運動の初期の推進者である、三世省五大出身。1826年、新士となり、初期津に任命され、4年後には、管理委員編集となる。管理委員では、無ンガの下で働く。1836年、 厚生小人衆の地府となる。在任中に様々な改革案を提出し、同皇帝の目に留まるようになる。そのためアヘン戦争の際に、復権の部正道、長所なぎさ流道に抜擢された。ここで彼は自分の目で戦いを見て、清志が西洋に学ぶ必要があると確信を抱くようになった。1842年に両皇寺を運し、翌年に関東安全地、 さらに翌年に復権不正史となった。1846年、厚生準部に任命されたが、節総督、留院課が病気で辞任したため総督の職務を代行することとなった。ここで、南京条約の結果開講されることとなった復讐とアモイの管理を行うこととなり、外国人としばしば会うようになって、世界の情報を入手していった。 彼は、軍機大臣ムジャンガの党派にいたが、1850年、南豊多神門が即位するとムジャンガは失脚する。後ろ盾を失った、彼は、翌年にあまりにも外国人と親密であるとして、罷免された。故郷の三政省で陰性していたが、年軍の乱と海民放棄の際には断念を引いて、領州、上東、洋城などの要所を守ったため、順部代理の陳慶墳に評価された。 1863年、政権を握った政大公に召し出され、総理各国事務が問題人となって、同文館の運営を担当した。1869年に引退。復権省を統治していた頃に、アメリカ人宣教師、デビット・アビール、イギリス領事、ラザフォード・オールコックをはじめとする西洋人と対話する、機会を持った。さらに宣教師たちが中国語で書いた書物から、 西洋の情報を集めた。これらの情報をもとに1849年に世界一支所である英漢史略を表した。英漢史略は、義元の、開国寿司より、海外事情案内としての知名度は劣っているが、西洋の地理の記載はより正確であった。1866年に再反され、日本にももたらされた。ありがとうございます。